皆さんこんにちは。今回はひらがなの穴埋め問題です。真ん中の四角に共通するひらがなを入れて言葉を完成させてください。制限時間は30秒です。それでは早速やってみましょう。1問目です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解はんでした。漫画さんまとなりました。このようにマスの中に1文字入れて2つの言葉を完成させてくださいね。2問目です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解はロでした。いろりメロンとなりました。別解もたくさんあるかもしれません。別解が見つかった方はぜひコメント欄にてお待ちしています。3問目です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解はやでした。親子あやめとなりましたね。あやめは日本各地の山野に自生するあやめ科の多年草です。この花の仲間は水辺に群生する印象がありますが、あやめは日当たりの良い場所であればかなり乾いた草地でも育つそうです。初夏に咲く花には黄色と紫のあやめ模様があり、これが名前の由来になっているそうですよ。4問目です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解はかでした。みかん四角となりました。文字の穴埋め問題は推察する力や言語記憶力、想像力を鍛える効果があるそうですよ。5問目です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解はるでした。ナルト、タルトとなりました。
さあどんどんいきますよ。6問目です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解はんでした。論語、団語となりました。毎月みたらし団子の日があるって知っていましたか。みたらし団子を手頃なおやつとして普及させるためにみたらし団子の語呂合わせから3月3日、4日、5日はみたらし団子の日と山崎製パン株式会社が制定したそうですよ。7問目です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解はぐでした。しぐれ、寝癖となりました。しぐれとは主に秋から冬にかけて起こる一時的に降ったり止んだりする雨のことです。しぐれが降る天候に変わることをしぐれるとも言いますよ。8問目です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解はかでした。イカダ、ワカメとなりましたよ。この脳トレは知っている単語をあれこれ思い出すことで記憶力の向上につながりますよ。9問目です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解はイでした。ハイキ、ゲイコとなりましたね。最終問題です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解は字でした。偉人、次女となりました。追加でおまけの問題です。マスの中に入る文字を20秒の制限時間内に答えてください。
終了です。答えはコメント欄お待ちしています。この問題は以前知の種で配信した動画です。概要欄に動画の URL を載せていますので答えをチェックしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。知の種のホームページでは様々なノートレプリントが無料でダウンロードできます。ぜひチェックしてくださいね。皆さんのコメントや高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。